多くの人たちの人生を奪った郊外水俣病今になってもその被害を訴え救済を求める人たちが全国で裁判を続けています人生返してやり直したいって人として認めてほしい頑張ろう今週末熊本地裁で迎える 二例目の判決長い間苦しめられてきた被害者たちの訴えに、司法はどんな判断を下すのでしょうか <laughs> 大阪府島本町に住む前田芳恵さん。 字が書けないほど手が震える水俣病の症状に苦しんでいます10代からこうやってブルブル震えておりましたんで人生返してよと。 私が何したんですかってね魚を食べただけなんですよって1956年に初めて公式に確認された水俣病患者の多くは熊本県と鹿児島県に囲まれた白糠海周辺に住んでいました 熊本県水俣市にある化学メーカー窒素が排出したメチル水銀によって魚介類が汚染されたことで発生しました手足が痺れたり転びやすくなったりするのが特徴で死亡した人も多くいました水俣病の被害者の救済は当初厳しい条件があったことから ななかなか進みませんでしたそしたそそておよそ半世紀被害者たちが裁判を起こして勝訴した結果2010年に国は水俣病特別措置法によって救済の条件を緩め一時金や医療費の支払いを始めましたしかし 救済のための申請は2012年7月で締め切られその2年後に水俣病と診断された前田さんは申請することすらできませんでしたさらに救済される地域が原則として限られていたため前田さんが住んでいたエリアは対象外となっていました。 なぜ海に線引くだとか地域に線引くとかそれ何,何のためにそういうことするのって切り捨てたいのって私たちの体やこういうものを見てそれでは理解できないんですかって。 片足立ちしてください。はい、今も水俣市の民間病院ではほぼ毎月。水俣病が疑われる人たちの集団検診が行われています。<laughs> 難しいですね。検診では100以上の項目を調べていきます。先が尖った針のような器具を体に押し当てて。 感覚の鋭さを調べるのも検査の一つです本来感覚が鋭い手や足の指先などはこの検査で痛みを感じますしかしこちらの男性が検査を受けると そうするとここの足の指ですけどこれはチカチカしますかしないすねはどうですかしないこれは痛みとしては痛くないですないですね、はい、ここは痛みとしてはない,ないですね、はい、ここは痛みっていうチカチカっていうのはありますいやないです男性は鹿児島県阿久根市出身の60代で40歳を過ぎた頃から手足にしびれが出始めました よくすると痛みはあの水俣病から来てるのが感覚障害だと思います、ねうんうん、カレーとともに出てきたということじゃないでしょうかね。ホットっていうよりもショックまあここまでひどくならなければいいなというのはありますけどね。これ以上ですね。まあ分かんないですけど他の第三者がどういう目で見るかは。 あの人水俣病なんだっていう目で見られるのもちょっと嫌だなっていうのはありませんか。ここら辺もですね、もう潮が満ちてくる時に、ほら。水俣市の隣、鹿児島県和泉市に暮らす村山悦三さんも。13年前にようやく水俣病と判明した被害者の一人です。今もまだ被害を訴える人が絶えない背景には。 水俣病への偏見や地元の経済を支える大企業窒素を批判できないという事情もありましたここ周辺ですねここからですから水俣の窒素の工場にですねもう働きに人が全部だったんですよもう,もうあそこが一番の働き口ですから被害者をなっても も水俣病というようなそういった被害のです、ね、ことはあんまりです、ね、ここら辺では出なかったですね実は水俣病の被害者がどのくらいいるのか公的な調査はこれまでに一度も実施されていませんしかし 民間の医師たちが知らぬい海周辺に住む1万人以上に検診を実施した結果、手足の痺れやつまずきやすいといった不調がいつもあると答えた人たちは、他の地域に住む人に比べて明らかに多くなっています。水俣病の問題が一向に解決しないのは、調査にも後ろ向きの国の姿勢があるからだと専門家は指摘します。 被害の全貌が明らかでないというもとで、かつですね、あのそのこう被害者の救済の範囲を非常にこう狭く絞り込んできた、きちんと水俣病の病像っていうのを制度上で捉えられてきたような狭い。 やり方で診断をしたりということをするのではなくてきちんと被害者が広く救済されるような制度に改めていく必要があるということなんだと思いますね水俣病の症状があるのに救済されなかった人たちは2013年に熊本その翌年に大阪など各地で救済を求めて相次いで裁判を起こしました 現在、全国で原告は1700人余りに上っています提訴から9年が経った去年大阪地方裁判所で最初の判決を迎えました<ー>、はい、上訴です、上訴 特措法による救済範囲の制限を否定し、原告全員を水俣病と認定。国と熊本県、原因を作った企業窒素に。一人当たり二百七十五万円、合わせて、およそ三億五千万円の賠償を命じるという内容でした。全員が水俣病だと。 いうふうふに認められました画期的な水俣病の救済問題を大きく前進させる判決だというふうに言ってよかろうと思います、はい、激しい手の震えなどの症状を訴えていた前田さんも、原告に加わっていました私たちは今の日を、今日の日を指折り数えて待っておりました。 しかし、国などはその後、控訴し、裁判は続くことになりました。頑いよいよ頑張ろう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  そして今週金曜には熊本地方裁判所で2例目の判決が言い渡されます裁判が10年以上続く中で原告は高齢化し平均年齢はおよそ75歳提訴後に亡くなった人も240人を超えます長い,いですね もう、早くしてくれんかなというか感じでもうずっとまあ、これでまあ、諦めたらもうそれまでだからもう体が続くまでまあが、頑張るしかないですもんね。 前田さんは、熊本地裁でも勝訴できれば。国などが、すべての被害者の救済に踏み切るのではないかと期待しています。違う人生もあったろうにと。思うと、人生返してってやり直したいって。そういう気持ちには、みんななるのは一緒だろうと思います。うん。 その言うた、ね、ってねそういう人がまだまだ表面に出ないでまだいっぱいいるんだとそういう状態でそんな苦しい辛い人生の人たちを救ってほしいお金じゃないんですよね私たちが動いてるのはだからあの本当に謝罪はもちろんですし人として認めてほしい人として ただそこに生まれ暮らしていただけなのに人生を奪われた被害者たち救済のために残された時間は限られています関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。